はい、皆さんこんにちは、小川誠です。私はですね、2001年から2006年までですね、5年間モーニング娘。として活動させていただいていました。それからですね、もう15年ほどですかね、小川誠としてずっと芸能活動をやらせていただいているんですけれども、基本的にはモーニング娘。卒業後はですね、舞台を中心に活動させてもらっていまして、あとはタレント活動だったりとか、アプリのプロデュースだったりとか、なんと大学で講演会もさせていただいたりだとか、そういう活動もさせていただいています。そして最近はですね、サババーガーの商品プロデュースだったりもさせていただいております。東京に出てきて、で日々こうお仕事させていただいている中で、今まで出会ったこともないような、なんか美味しかったりとか可愛かったりとか、おしゃれな差し入れが結構その楽屋に届けていただいたりすることが多くて、その中にベーグルっていうものがあったんですけど、東京にはこんな美味しいパンがあるんだと思って、まあそれがきっかけでベーグルを知って、そっからまあ徐々にハマっていった感じですかね、ベーグルは。食べてきた中でやっぱりそのどのベーグル専門店のものを食べても、あ、ここのベーグル専門店のこの生地は好きなんだけど、この中身がもうちょっとこうだったらいいのになとか、このベーグルトータルですごいパーフェクトなんだけど、もうちょっとサイズ大きかったらいいのになとか、私だったらこの生地でこういう風にやったらもっと美味しいんじゃないかとか、いろんなベーグルを食べる中で、ここがもうちょっとこうだったらもっとパーフェクトなのにっていうのを結構出会ってきて、だったら自分で作れたら最高なのになっていうのは結構前々から思ってる部分は結構あったんですけど、今回そのこの MK カフェさんと出会わせていただいて、初めてサババーガーという形で商品の、食べ物の商品プロデュースをさせていただいた時に、自分がこう作ったもので美味しいって言って食べてもらって笑顔になっている姿を見た時に、あ、こういう笑顔の提供の仕方があるんだっていうのを実感できたというか、今まではそのイベントだったりとか舞台だったりとか、そういった形のパフォーマンスをするっていう形で、あの応援してくださってる方にこうなんていうんですかね、エネルギーだったり笑顔だったりっていうのをこう一緒に共有して提供できてたかなと思うんですけれども、まあ、あのこの2020年になってちょっとコロナっていうものでイベントだったりとか舞台だったりとか、今までやってきたこのアプローチの仕方だったりパフォーマンスの仕方ができなくなった時に、今回その MK カフェさんと一緒にサババーガーっていうものを開発して、あ、こういうやり方でも人を笑顔にできるんだっていうのを知った時に、あ、これはこれで楽しいなって思えたというか、そのパフォーマンスする側だけではなく、何かをプロデュースする小川誠っていうのも面白いっていうのに気づかせてもらえて、そうなった時に、じゃあ自分が大好きなものをプロデュースできるんだったら、あ、ベーグルで何かまたこういった違う形で皆さんに笑顔をできるものを作りたいっていうのが一番最初のきっかけですね。はい、はい、ということでですね、なんと大好きなベーグルをこの度プロデュースさせていただくことになったんですけれども、そこでですね、私普段からイラストもちょっと描いたりするんですけど、なんとここのベーグルのイラストも描いてしまいました。どうでしょうか、かわいいでしょ。これをですね、皆さんにもこう知っていただけたらなと思います。今後プロデュースしていく中で、これは誠ベーグルのキャラクターです。覚えてね、みんな。はい、そうですね、今回あのクラウドファンディングという形でやらせていただくのは初めてなので、私も正直不安の方が大きいんですけれども、ただ小川誠の私チャレンジの第一個として、一発目として、自分が本当に昔から大好きで食べ続けてきたベーグルを自分のパーフェクトな形にして皆さんにお届けできたらなって思っていますので、まあ、夢といいますか、自分の夢の実現のためにも、そして皆さんの笑顔というか、皆さんにも楽しんでもらえるものを、作りたいと思っていますので、ぜひ、ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。頑張ります。